さやねさん、大切な話があります。あらあら、改まって何でしょう。愛の告白だと嬉しいのですけれど。いえ、冗談ですわ。お気になさらず。それが冗談ではなかったら。嫌ですわ、そんな真顔で。お姉さんをからかうものではありませんわ。俺は本気です。いけません。あんまりしつこいと本気にしてしまいますもの。そう受け取ってもらって構いません。私、その目に弱いのですわ。そのような目でさやねを見ないで。あなたは強い人だけれど、あなたにも支えが必要な時があるはずです。その役目、俺に任せてはもらえないだろうか。ジークさんは今でも十分さやねの拠り所ですわ。それ以上になりたいんです。私とあなたが目を整えると受け取って構いませんか。え、そうですね。あなたになら守ってもらうのも良いかもしれません。ええ、慎んでお受けいたしますわ。ありがとうございます。いいえ、お礼を言うのは私ですわ。まさか私を選んでくれるなんて、まるで夢のよう。夢ならずっと覚めなければいいのに。あなたに惹かれていく自分に気づきました。私をここまで夢中にさせる殿方が現れるなんて。私の中はもうあなたでいっぱいですわ。こんな自分の気持ちに私が一番驚いておりますのよ。あなたは私を導いてくれた、救ってくれた。あなたには大げさに聞こえるでしょうけれどね、私を支えてください。あなたにもたれさせてください。私の旦那様、さやねはあなたにすべてを捧げます。だからどうかこの夢が覚めるまで、いいえ、覚めない夢を見せ続けてくださいましね。